はい、ということでホテル戻ってきました。どこ行ったの今まで。イベントの懇親会があって、懇親会終わって、あなたとご飯に、ご飯じゃないや、カフェに行ってた。そうね。3年ぶりに再会した。3年ぶり、3年ぶり。はい。で、今ホテルに戻ってきて、ちょっとホテルの動画を撮りたかったの。ここのホテルっていつ来たのかな。佐賀のでも駅前の東横インは結構新しいって聞いたんだけど。新しい。一番新しい。東横インのバリアフリールーム泊まってるんだけど、昨日泊まった時にすごいと思ったから動画にしたいと思って、でも自分じゃ撮れないから、自撮りだと伝わらないからカメラ回しに来てって言って来てもらったんだけど、そう、急に呼ばれて、え、帰ろうと思ったのに引き止められた、はい、ということで軽く部屋を紹介したいと思います。はい、ベッドがさ2つあって広いとかはさ、他のさ東横インでも一緒なの。ああ、まあね、一緒なので感動したのがお風呂ね。トイレはちなみに普通だよ、今開いちゃったけど、広めのトイレ、これは他の東横インでも結構一緒だったりする。東横インさんどこでも使いやすい。で、はいはい、お風呂、お風呂ね。見てほしいんだけどさ、バスタブがあるところが多いのよ。確かに。そう、ここは新しくてそのバスタブがないけど、バスタブが本来こっち側にあって、まあ、結構こっちに広めのシャワー部分っていうのが、まあ、東横インではあるあるなんだけど、バスタブがない。車椅子でさバスタブ入るってなかなかむずいから、逆にない方が。広々使えてありがたいって感じなんだけど、でさ、このさシャワーチェアを置かれてる場合、あんまりシャワーチェア使わないの。だから結構床に降りて入るんだけど、今回そのシャワーチェア置いてあって使ったんだよね、昨日。すっごい最初に使ったの、うん、めっちゃ使いやすかったの。なんか違いがあるの。それがさ、私昨日入ったのを今こう実演というか、どんな感じだったかをこういう風に使ってるっていうのを一回やっていいじゃん。服着たままですけど、まずさ、このなんかバスタオルがここは上になくて、あのちゃんとベッドに置いてあったんだけど、それでさ、これ持ってくるやん、まあまあまあ、はいはいはい、行くやんか。これも昨日もここにあったのね、はいはい、で、普通に移るときにあんまりここで回転できひんから。確かに。そう、だから、え、結構行くの大変じゃないと思ったけど、上がるんだね。おお。こういう感じでさ、動かないの、椅子は。椅子ね、動かないの、ここは。あ、本当だ。結構しっかりゴム製なのよ、滑り止め。はいはい。逆に動かせるんだったらちょっとこう傾けてさ、車椅子と向き合わせるとかできるんだけど、動かせないのよ。なるほど。動かないから車椅子の方が動くしかないんだけど、ここ動く隙間ないじゃん、うんうん、だからもうなんかこれを上げて使うみたいな。うーん、この時さ、例えば床に降りる時もそうなんだけど、床に降りても車椅子ここあったら濡れちゃうじゃん。だから私そのお風呂入る時ってタオルも引くんよね、うん、でこれは上がった時に、ね、私ここ座った時濡れちゃうから、はいはいはい、だから引くんだけど、着替えとか置いてあったらさらにこうかぶせて水飛んでも濡れないようにするけど、うん、こうやってさ、まあ、うん、外まで出しちゃうと取れなくなっちゃうから今度、うん、濡れないようにかけといって、うん、でできるだけシャワー使う時にバスタブの方とかに背中向けてこうやるみたいな、はいはいはい、あんまり飛ばないようにしてる、はい、って感じだったの。それでこのシャワールーム見て気になったところのとこ、うん、これそうでしょ、なんでこれあんのかな。私もこれ分かんなくて。そうそう、バスタブがあるんだったら分かるよ。そう、バスタブにみんな入るから、うん、トイレがねここにあってね、濡れないように、こうやって車椅子濡れなくて済むの。あ、これやったら車椅子濡れなくて済んで。確かに。そう、今まで車椅子を濡れないようにできるだけこっちに水やって、車椅子も仮にこっちが水来ても濡れないようにこうかけてたの。でも、まあ、もちろんタオル置いとくんだけど、これやったらさ便利で。すごっ。よくないこれ。いいいい。私初めて見たの。初めて。そう、あんだけホテル泊まってるのに。そう、毎月いろんなとこ泊まってるのに。へぇ、ここにトイレがあって、バスタブで、バスタブでみんな入るから、ね、トイレ側に飛ばないようにとかで、これあんな分かる。確かに。そう、これすごいね。すごいよね、車椅子の幅分っていうか、まあ、そんぐらいはさ、こっちに開けといて、ここで敷居作るって。確かに。すごくない？なるほど、これが答えか。ずっと俺気にしてたもんね。これカーテン何？なんで、これ何に使うの？って入った瞬間聞いてたけど、動画回すから待っててって言ってね。すごい。だから私はここでこうやってやって、でしかもね、シャワーも高いところに置かれてるってケースめっちゃ多いの。バリアフリールーム泊まってもやっぱり上にあるから、結局清掃の方が上にやっちゃってフロントに電話して取ってもらうってこととかが多いんだけど、ここね最初からね低いところに昨日もあったのよ。あ、本当だ。いつもね大体低いところと高いところがあるのに、やっぱり水はけとかのさ問題で清掃の時には上に置くんだよね。そうね。そうすると上に開いてるまんまだから、バリアフリールームいくら泊まっても必ずフロントの方に下ろしてもらったりとか、例えば荷物運んでくださった仕事仲間に解散する前に下ろしていってから帰ってもらったりとかあるんだけど、はいはいはい、ここね昨日もそうだし今日もね清掃入ったけど、低いところに最初から泳わずに全然こうやって使えて、でこうやってシャワー出して、これも低い位置で、あと
これもね、たまに古いところとかはよくあるある、ね、逆にここ新しいのによくあるねっていう感じなんだけど、やっぱこう止まってるとね、使いづらいから。でもこっちにもちゃんと自分の距離に置いとける。床で入るんだったら床に置けばいいし。すごい素晴らしい。すごいよね、この手すりもさ、車椅子の人が例えば床に座った時に届く高さ。その後ろにあるちっちゃい台は直接座るよってこと、うん、わかんないけど、階段状にする人もいるのかな。あ、結構これがあるところって浴槽の中に入れて、車椅子の状態だといきなりジャボンって入っちゃうから、中に段差を作ってゆっくり入れるように浴槽の段差を作るんだけど、僕浴槽ないからもうこれはちょっとよくわかんない。でも結構考えられてるね。すごい、めっちゃ使いやすかった。東横インさんもさ、他の店舗とかももちろん何回も行ってるんね、いろんなところ、けどこのタイプ初めて見たし、この工程めっちゃいいじゃんみたいな。へー。ちなみにね、あのこうやってタオルはいつもだいたい2枚ぐらい使うんだけど、泊まる人数分しかないとこあるじゃん。ある。そうするとさ、1人泊まるとさ1枚しかないのよ、うん、けど私2枚使いたいのよ。エコじゃないら申し訳ないけど、でもやっぱりこれも今みたいに車椅子持ってきて、ここで拭くじゃん、うん、拭いて、まあ、髪の毛とかまとめるわけよ。だけどお尻のさ下って拭けないわけ。なんでかっていうと、拭いても結局椅子濡れてるからさ、エンドレスじゃん。そうね結局拭けないから、このまま濡れたお尻でもここに座っても大丈夫なようにここにタオル拭いて、はい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 、こういう感じね。めっちゃ良くない？いい、ようやく答えが聞きました。でもやっぱりちゃんとここ整ってるよね。このハンガーとかも高いところ S 字フック使えば解決するっていうのも、私もよく講演会とかで言うんだけど、あんまりこう下にさ作るっていうのをさ、より改装しちゃうとさ、お金もかかったりとかさ、時間もかかるじゃん。けど S 字のフックだけでいいわけで。確かにね。そうすると低い高さの欲しい人はこれでいいし、高い方が良ければその上にね、高い方を使えばいいから、各々の好きな方を使えるっていう意味では S 字フックは本当にいいと思ってて、こういうケースありますよって話するけど、結構だから整ってるじゃない。割とあれ、みゆちゃん泊まった部屋の中では上位に入る、うん、いや上位、泊まりやすさ的に上位。それがなんと佐賀にあった。はい、佐賀の駅前の東横インです。新しいちょっと店舗名わかんないですけど佐賀駅前じゃない、でも東横インここら辺ある。佐賀駅、いやいや、ないめっちゃ使いやすいです。あの、強いて言うならドライヤータイプがちょっと古くて、あ、はい、髪が乾かしにくい。女子からすると髪は乾かしにくい。もうちょっとね、風量が、風量もそうなんだけどね、うん、ずっとこう押してないと、はい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 、風が来ないタイプ。離すと風が来ない。なるほど。そうするとさ、結構握力使うじゃん。確かに麻痺がある子とかさ、大変だと思うから。それは要改善ですね。ビジネスホテルによく見る。そうそう、あのコードの長さも決まっちゃってて、そうそうそう、ガチャンってやつね。そう、あ、ここ押してた時しか、押してる時はやるけど離したとかないから、ずっとこうやって握ってなきゃいけない。割と柔らかいコードだけど、ちょっとね、惜しいね、惜しいね、惜しいでしょ、惜しいね。まあまあ、それ以外は割とコンセントの位置もこことかこことか、あと両サイドのベッドもここにもあって、こういうベッドのところにもね、低い位置にあるね、両方あるし。本当だ、ベッドのところにコンセントがあるっていうのも大事なんだよね。特にみゆちゃんみたいにスマホをガンガン使う人にとってはね。スマホもさ大事だよ、それはもうさ、みんなじゃん、基本的に、まあね、充電ね。車椅子の充電もしたいから。そうかそうか。例えばだけどさ、こういうところにありますみたいな、入り口ありますだったらさ、そこで充電器したらさ、自分どうやって行くのってなるじゃん。そうか。だから自分がベッドに移った後に充電器させるように、なるほど、ベッドの近くにコンセント欲しい。え、これはやっぱそういうのをちゃんと分かっててこの場所にしてる。これはどうか分かんないけど、またはなのかもしれないけど、ベッドの近くにコンセントがない場合は結構困る。結構そういうの多い、うん、多くはないけどたまにある、。だから変な話、携帯すら充電しにくいみたいなさ、こういう机にコンセントがあるけど、はいはいはい、ベッド上にはなくて、はい、携帯すら充電したら遠いみたいな。プラス車椅子の充電のためにもやっぱりベッドの近くには欲しい。車椅子の充電どれくらいかかる？減りようにもよるけど、結構めちゃくちゃ減っちゃってたらやっぱ6時間ぐらいはかかる。あ、やっぱホテル着いて寝る前に充電してみたいなね。なくなる寸前まで使ってそれぐらいだから。そうかそうか。別に今3時間くらいでもいいんだね、きっと。なるほど。手動の方は気にしないけど、電動タイプは気にするね。そうね、電気とかも全部低いやつにあるから。確かに。エアコンのものとかも。確かに。それはいいと思うよ。いや、勉強になりました。勉強になった。でも私も本当にこれはちょっと初めて見たケースでいいなと思ったから、動画ちょっと回したくて、どうかしようかなと思って。東横インさんにとってはいい PR。 え、だって東横インさんね、今これアンケートじゃないけどさ、うん、今回のさ、その佐賀の出張でさ、福岡とあと広島もそこまでにしか行けないかもみたいな台風の影響で、うん、ってなった時に福岡の東横インも
広島の東横インもなんか当日キャンセル、しかも4時ぐらい、夕方の4時ぐらいまでは無料なんだって。へー。じゃあもう新幹線動かないっていうのをはっきりしてからキャンセルかけても間に合ったわけよ、うん、でも広島だけキャンセルのが確実になったのが6時くらいだったから、うん、キャンセル料払わなきゃねみたいなのは職員さんが払う気満々だったらしいんだけど、フロントにキャンセルでって言ったら、あの台風の影響だから仕方ないんでいいですって言って、キャンセル料もかかんなかったんで。あれこれ案件違うよね。案件じゃない、案件じゃない。いやでもだからそれでその職員の方が東横インさんを私大好きになったのかって言ってて、その時に私思ったのが、やっぱ外国人の方の雇用とかも増えてって、それもそれで素敵だと思うんだけど、でもやっぱり地元っていうかさ、やっぱ日本人として日本に住んでて、そういう日本の気候じゃないけどそういう状況とかも知ってるから、電話でキャンセルってなった時にこうマニュアル通りキャンセル料をもらうとかじゃなくて、そういったとっさの対応ができるんだなって思った時に、やっぱりなんか今外国人のフロントスタッフだけいるとか、そういうケースがあったりとか、デジタル、うんうんうん、ネットでのキャンセルとかさ、例えば AI とかなんか増えてきてるけど、うん、やっぱりなんかその友人スタッフ大事だなって思った、うんうんうん、確かにそういうのが釣りも利用したいにつながるなっていうのは思ったかも、うんうん、趣旨がずれてるんですけど、そうね東横インの PR じゃないから、はい、そんな感じでーす。はーい、ということで私は明日佐賀でちょっと観光してから福岡入りします。はい、じゃあおやすみなさーい。